続いてはサッカーの話題です。ブラブリッツオンザシーナちゃんのコーナーです。今日まで行われましたブラブリッツ秋田の試合を秋田県サッカー協会の尾形隆さんに分かりやすく解説いただきます。さあ8月28日昨日ホームで開催となりました大分トリニータ戦、試合結果まず見ていきましょう。こちらです。0対1と、ちょっと勝ち点遠いなという状況続いております。尾形さん、この試合について振り返りをお願いいたします。はい、まあ、当然我々は期待してゲームを見るわけですけれども、はい、ちょうど選手たちもコロナからだいぶ復帰してきています、まあ、監督も復帰しましたよね、そうですね、そういう中で始まったわけですけれども、立ち上がり3分でしたね。3分、まあ、見ていて何でもないボールといえば何でもないボールだったんですけれども、相手から出たボールがディフェンダーの裏を狙ったボールですね。セレア、ここへゴールキーパーがもう背後をスペースを消すために上がってきてクリア、ここまで良かったんですけども、キックミスになったんですね、クリアボールが。それが相手のファードトップ、ダニエル選手ですけども、相手トップ、そこへパスみたいな感じになっちゃったんだ、結果としても、はい、ね、それをトラップしてすぐそのまま無人のゴールシュートされる。これで立ち上がり3分に点数入りました。でもその後彼らは今まで通りのきちんとディフェンスラインを持って、しかもハイプレスで相手にプレッシャーをかけてですね、そういう戦いをしてくれた。当然ファインセーブもありましたけれども、その中で残りの時間フェフティに戦っておりました。こういうところもあるし、それから守るだけでなく、攻撃し、前半ですけれども攻撃から、スゲ選手フリーキックをゴール前でヘディングで叩いて、シュートを打ったわけですけれども、相手のファインセーブにあってゴールはできませんでした。そういうところとか、後半に入ってももう完全に相手左サイドの方を崩して、そしてそこからミドルシュートですね、もう完全に入ったのかなと思うところを相手のキーパー左手一本でファインセーブされる、こういう戦いをしています。ですからゲームの中でそれぞれのミスをすぐ得点にされた、それはやはり相手の強さだし、ね、ミスするそれは弱いところでもあるかと思います。その後きちんと次の戦いをできたということは、この後に期待したいと思っています。そういう流れで今残り9試合なんです、9つ、はい、で今ブラブリッツが持っている点数が36ポイント、36です、はい、それで昨年度は41で残っています、残留しています。その前の前の年も40オーバー、45に近づけば近づくほど、残る確率は高いわけですよね、はい、ですからこの後9試合の中で6ポイントすると42まで上がりますので、2勝するとまず残留するという一つの目安は出てくるわけです、うん、そのためにも今、次の週、次の戦いが琉球です、はいはい、9月3日アウェーですね、アウェーですね、はい、最下位のチームですね、うん、ここのチームにアウェーであってもやはりここは勝ってほしい、はい、勝たなければいけない一つの試合かと思います。でその後やがて群馬戦もあります。群馬戦9つ、これは絶対勝ち点3は欲しいかと、計6ですね、そうすると42ポイント、あとはトップのチームとやっても負けない、戦い方、勝ち点1でも取って、臨んでほしいなと、それは強く思っていますよ ね、うん、そうですね。でファンはサポーターはやはり J2 で戦う、その重み、それからその楽しさ、これを感じてきていますから、それに向かってサポート、昨日大分 J1 から落ちたチームですけれども、はいはい、昨日も大分からサポーターはゴール裏60から70人ぐらい入っているんですよ、でJ1 経験したチームとかはほとんどそのぐらい出てきますから、はい、そういうものを
味わってほしいなと、うん、さっきあの中村さんがシュートが大事だシュートが大事だ、はい、やはりねシュートしないと取れないですからねサッカーもね絶対にそこは大事です確実性を持ってやってもらいたいなとこう思ってます。なんとかねこの琉球戦と群馬戦で、ねうん、勝ち点6をゲットして、うんまあ、J2 残留に、ねうん、向けてちょっと安心したい気持ちはありますよね。そう、はい、さ後ろになっていくとなっていくほどプレッシャーかかってきますからね、うんうん、そういう中で戦うっていうのは でもそれもリーグ戦のその厳しさですから、うん、これは戦った監督さんが一番よく分かってると思います、うん中村さんなんかももうそういうのはずっと戦ってする。そうですね、はい、まあ次節が9月3日アウェーで FC 琉球戦となりますのでまずはこちらに、勝利して勝ち点3を持って帰ってきてほしいブラブリッツですね。はい、ということでブラブリッツの話題をお届けしてきましたが今日はですねもう一個話題ありまして第1回特別支援学校フットサル東北大会が秋田市で週末に開催されたと、はい、こちらはどんな大会なんですか。これはあの特別支援学校のフットサル大会です、はい、実は去年第1回目を秋田で開催する予定でそして第1回ですから北海道で全国大会やる予定でしたけれどもコロナ感染のためにできませんでした。で今年その去年から延期された1回目これはあの全国のライオンズクラブが特別支援学校を、はい生徒を、はい、応援しようとして開催される大会です。フットサルですから、選手はゴールキーパーを含めて5人です。ほうほうこの中の戦いで東北6県から来るわけですけれども4県がやはりコロナの関係で今年もやはり辞退しました。結果的に秋田から2チームそして青森から1チーム秋田は百合の支援学校と栗田の支援学校で、はい、土曜日と日曜日かけて2回戦総当たり1チームですから4試合ですね。そしてそのトータルで、勝率で代表を決めたと、うん、それで今画面に出ていますけれども百合支援学校が、全て勝ってくれました、うん、これ勝ち点9ですか。はい勝ち点9あそうですか。いや勝ち点9っていうこれと、まあ、まあ百合が、はいはい、進んだんですよ、はいはい、百合が全国大会出場です、はい。でこれ全国大会はあの国体なんかで決めている9ブロックがあるんですけれども、9ブロックから1つずつ、うん、そして開催県北海道ですけれども、はい、ここは1つということで北海道代表1つそれから開催地1つ、うん、計10チームで戦う、うん、そういう形ですね。なるほど。はい中村さんも以前支援学校に何度かバスケットボールの指導に行かれたことあるんですよね、うんはい、どうでしたかその時。先生知ってたからね。うーんでそれこそ小野先生とか中山先生たちも協力して一緒にゲームやったりしてるけど本当普通だよ、うん、やっぱ好きなことに熱中してると普通なんだよな、うん、一生懸命やるの一生懸命だからもうねあの中学の生徒たちにああいうふうに真面目にやってみたらどうだって挨拶もちゃんとするしだから好きなことやるとあれだよな。だからこれは言ってて楽しいよ、ね、支援学級のねもう30歳ぐらいのおっちゃんもいるのセンターででっかくて前の中止になってんだけど、うん、2回目ぐらい行った時にそれがちょっとね不調なの。それもしかしたらお前昨日酒飲みすぎたって笑ったもうちょっと酒飲みすぎて中村さんちょっと今日はね体調が悪いってそうかよってでも楽しいなもう一生懸命バスケボールやね無条件で
バスケット一生懸命やるのはもうね、子供だろうが、新学期のこういう生徒でもあれ、俺は嬉しい。とりあえず嬉しいんだ。バスケットに興味持ってくれてることがね。接すると楽しいよ。本当楽しいよ。すごい、もう集中力が皆さんあるんですね。今、長尾さん話したように、はい、その支援学校の生徒とその卒業生 OB と一緒になってやる全国大会があります、うん、はいはい、今今回の場合は高校生の大会の、はい、あ、そうなんですね。で、サッカーの場合、あのこの前オリンパラリンピックではブラインドサッカーで中野さんがこう解説してくれたんですよ。そうそうそう、すごいな、ああいうのと、その他にオリンピックの間に4年に1回、ちょうど隔年ですけど、はい、来年になりますけれども、ほんでそのワールドカップがあります。ですから秋田県から代表選手として2大会連続で出た、はいはい、クリタの卒業生ですけれども、うん、そういう大会も、うん、あ、そうなんですか。みんなね、あの障害ある人もない人も、みんなスポーツの中でね、みんな一緒にやりましょうっていうチームがどんどん出てきてます、そうですね。いや、そうだな、あの昨日24時間テレビ見ても、健常者はもっと頑張るべきだ、はい、あれ見てると無限大だな、いくらでも頑張れるな、と確信した、ね、感動しますよね、感銘を受けますね、本当に、はい。まあ、週末にはその第1回の特別支援学校フットサル東北大会が開催されたということで、今後ねまたあのいろんなところで開催されていくと思いますし、まあ、秋田の由利支援学校の皆さんは全国大会頑張っていただきたいなというところですね、はい。ということで今日はね、ブラブリッツオンザシーナちゃんも盛りだくさんでお伝えいたしました。